立命館大学経由龍安寺高尾小丸の駅です。このバスは塩宮北の北海町小丸神社寺を停車いたします。これは有名なやつな。特にな、羽二重餅は有名。羽二重餅美しいな。でもこれすごい。とても食べにくい特別な商品ですよ。これ喉詰まりそう。なんかこれ流行ってたな、これ、うん、なんかうちの父親が、亡き父親が好きやと、あのデニスの、うん、初めのとこちゃうわよ、ボローニャって、うん、チラシ屋のやつ走ってたな。知ってんの？知らんわ。チラシ屋のやつ走ってた、京都の東山、うん、東山八つ橋とか昭和八つ橋とか、私あの優子東山八つ橋ってな、うん、なんかいっぱいあるやんか、今日八つ橋さん、そうそう、京都は井筒とかほら、まあ井筒さんと、うん、なんか似たようなのいっぱいあるな、京都さん、ここ食べよう。これなんか話題やん、これ、あの今ファミマとなんかコラボしてるとかいいの、うん、ああ、あるわ、そこ、あるわ、これカロリーだ、高いやろか、高い、じゃあカロリーは高いやろ、そら高いやろ、せっかくやし飲もうかな、こんなん私普段飲まへんから、絶対ホワイトチョコレート、ミスの焼き焼きが、やっぱりこれ、ここ売りなんや、こんなん本番になる、うん、どう濃い、いや、そんなこそは感じる、普通やと思う、色は濃いな、うん、私も飲んでる、クリームソーダの失敗で、ちょっとのせるのが綺麗にできんやんか、うん、で、なんかもうあかんわ思ったら、こんな人つぼててあかんって感じで。
開発されてる前来た時より綺麗。これすごい綺麗だ。なんか全然なんかもう京都から比べて人は少ないけどいいなこの方が綺麗やわ。1時間に1本しかない。今なんか雪で慌てて来てしまった。
すいません、ありがとうございます。お世話になります。ご案内させていただきます。はい、お疲れ様でございました。お願いします。お付けいただいたお手荷物をこちらです。どうでしょうか。ありがとうございます。ではまずこちら右手の売店は夜は10時までと朝の朝は7時からやってございます。はい、こちらですね、当館明日の朝売店というのは柱の周りのスペースを使いまして朝6時半頃から朝市を開いております。こちらに地元のお魚屋さんに来ていただいておりまして、あ、そうですか。この中下に佃煮を中心に日持ちのするものを並べておりますので、またご興味ございましたらぜひ覗いてみてください。はい、はい、本日は本館の遊戯館のお部屋ご案内させていただきます。左手側のラウンジコーナーでございますが、ウェルカムドリンクのサービスを行ってございます。あ、本日は夕方6時頃まで無料のドリンクサービスを行っておりますので、よければどうぞこちらごゆっくりお使いくださいませ。はい、当館の大浴場がこちらの長い廊下まっすぐ突き当たり右手にございます。はい、夜は深夜1時までやっておりまして、明日の朝は早朝5時からまた再開いたします。はい、当館大浴場に大きなバスタオルでしたりフェイスタオル、アメニティ類すべてご用意しておりますので、お部屋から特に何も持たず手ぶらの状態で大丈夫でございます。はい、明日のご朝食会場のこちら花々でございますが、お手前ですね、10メートルほど先に出られます。先に純和室、何かお困りごとでしたりご要望等ございましたら、あちらの内線でフロント7番までどうぞお気兼ねなくおつなぎくださいませ。はい、はい、こちらですね、ブルーの袋中にフェイスタオルが入ってございます。はい、大浴場にも備え付けのものは置いておりますので、どうぞこちらお好みの方をお使いください。こちら通りの、そっちが、こちら通りの、なんかレトロやな、うん、この塔、この塔が確かにレトロや。で、このあのお湯の出る、ね、こことかな、蛇口とかが懐かしいな、うん、昔。そしてこんな深い、そう、このな蛇口とかがすごいレトロやな、確かに、うん、うん、なんとなくレトロやけど、3、4、5、6、10畳ぐらいあるんちゃう？10畳あると思う。なんかお布団も引きに来てくれる言うてはったし、うん、ちょっと懐かしいな。やっぱり10畳ある？ここは1、2、3、4、5枚あるやん。いや、なんかめちゃくちゃ広いんやけど、ここもこんなの、あ、ここは出れへんけど、なんか空いてんのかな、今日なんかあんまりやんの綺麗な、うん、そう、ティーラウンジ、うん、お茶のゆっくりできんならどこ行くの、今のもるけど、ちょっとトランゴのとこさっき見てくるか、うん、これよ、うん、生トランゴです、温泉コマを見せたからティーラウンジでお店があるので、お部屋とか今の時期にご縁取ってくる、やり方が書いてある、うん、ちょっとやってみて、だってところ持ってるし、温泉卵作り体験、生卵にマークをつけて、マークつける、私でもだカゴに入れて70度のカゴあるわ、ここにカゴがもう、あ、でもあの一緒に入れていいんやもん、きっとだってその名前が痛いんですよ、痛いんだよ、痛いんだよ、ここまであれ、あ、はい、揚げちゃうんです、揚げちゃって、はいはいはい、あの、マグモの灰、はい、で、ここ入れて、で、入れる、ありがとうございます、はい、これで、で、また戻る、2、3、で、
ここに番号入ってますんで、それを覚えておいてください。2番。はい。そうすれば、これで、ね、移動する人によって。ああ、はい。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。で、あの、1時間経っても、茹で卵にならないんです。あ、はい、2、3、4分って書いてありますけど、適当でいいですかね。はい、それ、はい、以下はまずいですよ、生ですから。はい、30分以上は大丈夫です。コップに温泉卵入れる、うん、これはなんか、うん、これよう売ってるねんな、うん、これよう売ってる、うん、あの前来た時これ一応ね、あ、くるみ湯飯が5位で、とは書いてある、あ、書いてある、福井コシヒカリ、あ、福井コシヒカリの羽二重餅と2位は何、これ分からへん、マサヨバームクーヘン、あ、これがほら部屋にあってたやつ、 あったな、これ、うん、センセンさんのやつやん、松屋センセンさんのお菓子、あ、でも美味しそうかも、美味しそう、これが一番なんか一般的な感じ、あ、でもお酒も有名なんやかな、福井県、うん、有名なもんいっぱいあるよね、これ見る、これ見たことある、なんか包み、こんなんもあるわ、これは売り物ちゃうんやな、1000円か、カフェラテ。食べなあかんから結構柔らかい、あ、でもここに入れて、あ、食べるときどうしよう、考えたら、え、すくうやん、これすくうで、すくうで食べたらいいか、ここにポロッと落としてしまうかと思ったけど、今トロトロ、うん、ほんまに、あ、ごめん、これ、はい、うまいやな、うん、できてるでしょ、なあ、キーマ、うん、美味しいな、うん、トロトロ、お風呂さっと夕方入って戻ってきたら布団が引いてありました、このスタイル久しぶりっていうか、もう何十年ぶりかよ、私これ、私もそうやわ、何十年ぶりかよね、昭和の時代にやってもらったかなっていう、こういう旅館来たねっていう、なんか布団も、あの昔今昭和の時代こういう感じで、なんかよう眠れそうやな、これが山ウニ？そう、卵焼きの中にも入ってます。はいはい。うん、いや、ほか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 やん。焼けたって。そう。ちょっと食べて先に。どうぞ。はい、これが辛いやつなのね、うん。で、大根、食べ方としては、大根おろし。うん、そうつけて、山ウニを大根おろしの上に少し乗せて、で、食べてください。で、醤油を少し垂らして、ちょっと垂らして食べるのが美味しい食べ方。どうぞ、そうなんで、すっきりやな、これ飲んで、これ食べたら、これも食べたら、これ、しこ食べたらちょうどいい、ちょうどいい。
あ、かなでさんって書いてあるわ。いつかあのアップするって言って、こまい子の名刺渡したらこれいただきました、はい、すごいあれやな、お料理上手やったな。ちょっとあのプライドが高い感じしたけど、それは分かった、美味しいし。ラーメンとか書いてあるよ。ラーメンな、ラーメン食べれる。いや、どうやろう、ちょっと何か一応なんかお店屋さん、居酒屋、居酒屋とかやったはんねんな。これメインの通りで、多分多分な、そんな感じやな。どうしよう、どうしよう、もう切らなあかんねんな、全部。うん、食べてすまなあかん感じに。柔らかい、うん、ふにゃっとしてて、あんこが入ってて、うん、なんて言うたらいいの、クッキー、なんかクッキーじゃないような気もせへん、わーやな、うん、クッキーっていう感じでもないし、たんね、これ、うん、いきなりこんないもん、ちょっと取るわ、うん、一個ずつ下だったら便利だけどな、うん、なんか、うん、美味しいよ。何が入るか、あんて書いてあってんけどな、あん入ってる感じ、ちょっと散らばってる感じ、うん、生あんって書いてある、ね、なんかもう肉焼く、はい、チャタクっていう言葉自身使ったことがない。久しぶりに聞いた。チャタクも使わへんっていうか、もう使わへんな、うん、普段使わへんな、そんないちいち。お客様来た時とか、なんかいろんなことがなんか変わってきてるから、調理道具からしてもなんかちゃうやんか、なんか。おいしいのか、汚いとか、俺が手に行けていいの、あれほんまの火やろか、本当の火、あ、でもあれ止めた卓球してる人なんか何やろか、ここはさっき昼はあの流れてたけど、水が今は止めてはる、まあ、ここの作りがやっぱりゆったりなのいいな。え、さっきなんかマッサージ機どこにあったんやった、マッサージ機あったよ、あ、入ったところ、ここはなんか形だけ、形だけちゃう、なんか入ったところにあったで、椅子が、あ、そう、うん、
か久しぶりやな、こんな和定食、うん、朝からはとかパンばっかりは私普段私もパンばっかりやね。なんかお出汁の味が美味しそう、効いてる、なんか効いてる、味噌汁っていうかなんかお出汁。いただきます。やっぱりこれなんや、うん、豆腐みたいな、うん、豆腐美味しい。これが何か味噌味噌次第に、うん、なんか味噌が食べたらしいね。うん、美味しい。なんかちょっとやっぱりあのスーパーの干物とちゃう、うん、おいしい。あ、ありがとうございます。はい。ありがとうございました。あった？あった。もらってきた。ありがとうございます。ここがちょっとある。ありがとうございました。こんなところで撮ってください。福井の名産、古代の沢漬け。で、へしこもあの福井ならではのものね。へしこ、サバのぬか漬け。昨日食べて、そんな辛くなかった。あ、そうですか。はい。持ってたって、もう、ダメだね。あとこのカレーですね。これ今日出てたやつみたいな。それは小さいやつじゃないですか。このぐらいのやつでしたね、今だと。あ、こっち。はい。こっちで、ね、焼き生姜。うん、朝の食事にしてたのね。うん、あ、なるほど、化粧。こっちだって。そして何もない。こっちだって、朝一。食事でしょ、食事。ミリこれ、見つかったらミリ。
あ、かなでさんって書いてあるわ。これ餃子焼きフィッシュ、焼きフィッシュ、いい